ハロー YouTube、 どうも皆さんこんにちは。本日なんですけど、私はですね、四天王寺というね、聖徳太子に建てた大阪で有名なね、お寺に来ております。ここね、超有名なお寺なので、ぜひね、皆さん大阪に遊びに来た時はね、一度遊びに来てみてください。もうすごく風が気持ちよくてね、ちょっとお勧めしたい場所になっております。ということでですね、今日なんですけども、DJ 社長がですね、今日ちょっと YouTube で、レペゼン地球を解散した理由を、話されるんですけども、その理由はね、すごく衝撃的な内容で、これちょっとびっくりして、そうなんだよと思ってね、思ったんで、ちょっと個人的な意見とか見解をね、話していきたいなと思います。これに関してはいろんな意見がありと思います。結構野じ馬的なところもあるんですけども、ちょっとね、なかなか興味深いニュースだって今世間でね、話題になってるんで、ちょっと話していきたいなと思います。どういうことでかね、内容は説明しますと、DJ 社長を中心とした、レペゼン地球という、DJ 集団5人組がいるんですけども、彼らが、最近福岡ドームで、解散の、ライブをやって、レペゼン地球は解散したんですけど、キャンディーホックスっていう名前を変えて、シンガポールから海外で活動されてると。で、されてるんですけど、別に名前変える必要なかったんじゃないかみたいな意見がファンの間でも結構あったらしいんですよね。解散しても別に名もメンバー一緒のままやってるやんけみたいな話になってて、その理由を DJ 社長が話されたんですよ。それがですね、ある理由から DJ レペゼン地球というね、名前を使って曲を出しちゃいけないっていうことになって、ある裁判にまで発展させられている事件があったんですよ。それが、H っていう新たな人物が、そのレペゼン地球とかの会社を、の株をね、すべて持ってて、で、それの言うことを、レペゼン地球側は聞かなくちゃいけなくて、だから、レペゼン地球が出す曲とか、何もかもの利益とか決定権を、H という人物に握られてるので、それによって、今裁判沙汰になってまして、結構ややこしいことになってるから、とりあえずそのレペゼン地球っていう名前はね、一旦なくして新たにキャンディーホックスっていう会社名でスタートするっていうのが、大まかな流れだったんですけども、これね、詳しいことはね、ぜひ本人の動画見ていただきたいと思うんですけど、これに関してはね、率直に言うと、DJ 社長さんの、ミスっちゃミスなんですけども、そういう人間も一定数いると思うんですよね。要は、これ合法らしいんですよ。多くの著名人の方とか、僕もね、見てる限りは合法、法律の範囲内で、どっちかというと、DJ 社長さんのうっかりミスによって、そのうっかりミスを付け込まれて、要はその悪い大人がミス、若い人たち、優秀な人たちのミスを見逃さずにそこからね、お金を吸い取るっていう、H っていう人物が吸い取ってるんですけど、そういう目に、DJ さんが暴られてるということで、これね、結構こういうことしょっちゅうあるんですよね。これスポーツ選手とか、要はそのミュージシャンとか、その経営のこととかよくわからない人たちにありがちで、私たちが全部これやってあげますから、あなたはこれ、パフォーマンスに集中してくださいよ、みたいなことを言われて、実際はその得てくる収入とかをその人がね、結構多めに取ってるっていうパターンがよくあるらしいんですけど、今回もまさにそれということでね。もうちょっと DJ 社長さんはね、ものすごく頭のいい人ですし、すごい人だと思いますと。ただ、やっぱりね、ちょっとね、売れたからといってね、全能っていうわけじゃなくて、やっぱり、行動力というかね、失敗は誰にでもあるんだなっていう気はしましたよね。その辺ね、DJ さんはね、これ失敗を糧に次またね、頑張っていただきたいなと思います。あとね、この手の事件っていうのは、やっぱりね、絶対出てくると思うんですよ。これ絶対、特にね、YouTuber の方とかでも売れ出すと多くの人が寄ってくるとね、それによっていろいろ利益とかがもう吸い取られてる人っていうのは非常に多いと思うんですよね。なのでね、今回を反面教師にして、そういう寄ってくる人をね、飲みにせずに、しっかりと自分で、その会社の、どうやったら会社ができるのかとか、利益がどうなってるのかとか、財務諸表とか、しっかりと経営のこととかもね、学ぶべきなんじゃないかなと、今回事件でね、思いました。やっぱりね、大事なことって人に任せるにしても、その売れてから寄ってくる人とかに、って、基本的に、裏があるんで、なかなか美味しい話とかそういうのね、乗らない方がいいんじゃないかなと思いました。よっぽど信頼してる人とか、そういう人に、頼むのはいいんですけども、
まあ、売れ出してから、ね、寄ってくる人ろくなことがないんで、もうぜひ、ね、皆さん気をつけてください。まあ、リレー社長さんも、ね、気をつけていただいたらと思います。まあ、彼はですね、まあ、非常に才能のある人でね、今後ちょっと僕も、まあ、YouTube ね、参考にさせてもらったりとか、SNS マーケティングっていうんですか、インスタグラムを使ったりとか、Twitter とかを使って、非常にその現代にあったマーケティングの手法っていうのがものすごくうまい方なんで、今後ね、活躍期待していますと、まあ、そんな感じです。自由社長さん、今回の失敗を糧にね、また頑張っていただきたいなと思います。あと、もう H っていう人物とはですね、もうちょっと関わらないようにして、今後ね、こんなことがないようにしていただけたらなと思います。ということで、こんな感じでした。こんな感じです。まあ、これに関してはいろんな意見があると思うんですけど、私はこう思いますとか、こうなんじゃないですかという方はね、ぜひともね、コメントしていただけたら、基本的に全てチェックしてますので、ぜひともコメントよろしくお願いします。あとね、いろんな動画配信していきますので、チャンネル登録、高評価、ぜひともお願いします。では、じゃあね。